二人とも起きて、緊急案件よ。ぐおー。ポテチがいっぱい食べ放題よ。起きた。私いつ宇宙に来たのかしら。星がぐるぐる回ってるんだぜ。もう、緊急案件なんだからビシッとしなさい。緊急案件。どういうこと？これからそれを説明するわ。先日、当チャンネルの総再生回数が1万回を達成、ほぼ同時にチャンネル登録者も100人を達成したわ。予想外の同時達成だったんだぜ。嬉しいことよねー。それで、記念動画作成のために au13 で見学者の皆様にアンケートを取らさせてもらったわ。その中から再生回数の達成として1案、登録者達成として1案を採用させていただいて、一つの期待を作成したわ。この動画の編集をしている時点で録画も完了しているわ。順調なんだぜー。それのどこが緊急案件につながるわけ？その記念動画の中で機体構成の都合上、ステーションに立ち寄っているのよ。あ、そういうことね。意味がわからないんだぜ。記念動画と本編録画は同じデータを使って録画してるからって感じでしょ。そこね。本編のナンバリングに合わせて言えば、記念動画を録画しているのは au17 以降のタイミングよ。ステーション第一段階が完成するのは、予定では au14 だったわ。おお、そういうことか。データ消しちゃったのか。違う。このまま記念動画を投稿しちゃうと本編の au13 で完成していないステーションが完成した状態で先に出ちゃうってことよ。見事に俺の顔を避けたな。そこかー。まあ、記念動画より先に本編を少しだけ進めて、ステーション第一段階を完成させちゃおうってわけね。だから動画のナンバリングも進めずに 13.5 としたわ。あ、ほんとだ。それじゃあ説明もそこそこに打ち上げるペイロードの説明に移るわ。今回打ち上げるのは燃料タンクね。ロコマックスジャンボ64をモッドを使用して拡大してあるわ。右奥についてるのは以前も出てきたコンストラクションクレーンよ。この一式だけで135トンあるわ。今回はこれを2本立て続けに打ち上げて、ステーションコアに接続、建造第一段階を終了とするわ。打ち上げ機は回収型のベガだけど、水力不足の応急処置としてエンジンを1種類追加したわ。前回投稿したベガ初言動画に出てきたアルタイルと同じエンジンだから、どんなのか知りたい見学者の方は初言動画を見てください。説明はこんなところかしらね。よし、ささっと打ち上げて二度寝しようぜー。戻ってきたらそのまま仕事よ。二人ともなんで SPH で寝てたのかしら。それじゃ行くわよ。は、ピン。そしていきなり始める米返し。うん、いつも動画楽しみにしてます。私も大好きプレイしてますが SSP 用の着陸難しいですよね。個人的な考えですがアプローチがうまくいかないとオーバーランや滑走路から逸脱してしまうと思います。楽しみにしていただけて大変嬉しいわ。着陸に関しては私も同意見よ。そのためには滑走路に対して一直線に進入できるように前もって機体の進入角を調節することが大事ね。あとちゃんとその操作に応えてくれる機体を作ることも大事ね。操作技術があっても機体が言うことを聞いてくれなかったら意味がないからね。とか熟練者っぽく米返ししておきながら今回のミッションの着陸も荒ぶってるわ。想像が好きです。応援しています。気まぐれ飛行機クラフトシャープ1の再生回数100回記念で投稿した特別編へのコメントね。応援ありがとうございます。発想が好きですって解釈でいいかしら。大会名なんて昔の映画のタイトルまんまよね。私を好きに二度潜った。親父にもぶたれた。これで3回目だから大丈夫ね。扱いが雑だぜー。余計なこと言うからよ。頑張ってみんな、チャンネル登録高評価よろしく。気まぐれ飛行機のシャープ1にいただいたコメントね。応援ありがとうございます。促されなくてもチャンネル登録、高評価をいただける、楽しい動画を作れるように頑張るわ。続きまして。待ってましたー。細かいパーツの解説もありがとうございます。それにしても着陸がうまい。前回投稿の、ベガ初言解説へのコメントね。ごめんなさい、2箇所ほどモッドパーツの解説を入れ忘れてたわ。一つ目は機種部についていたドッキングポートね。このパーツをなんでそこにつけたかは解説したのだけど、それがモッドのものだと入れ忘れたわ。モッド名は何だったか忘れてしまったわ。二つ目は胴体構図についていたマーク3のノーズコーンね。マーク3エクステンションのものだったと思うわ。着陸に関してはいつでもあの着陸ができるように精進するわ。墜落した方が動画的には面白いと思うけどな。墜落するなんて私は嫌よ。チートみたいになるかもしれないけど SSTO プロジェクトのバッテリーは重さは軽くても異常なレベルの電力を搭載できます。あのモッドは確かにチート中ね。このシリーズを始めた時に入れていたスマーフもそうなんだけど、個人的に楽しむためならどんなチート級モッドを入れてもいいと思うわ。でも、行き過ぎたモッドを入れてしまうと、見学者の方からしてみれば、何をするにしてもできて当然、と思ってしまうと思うわ。
局長の個人的な考えだけど、できると分かっているものは見る気に全くならないわ。むしろ、できないと分かっているものの方が興味が湧くわ。なので今後も、某ロボットアニメの太陽ロボットのような、チート的なモッドは入れる気はないわ。ちなみにだけど、さっき言ったスマーフは、太陽系モッドを入れてプレイするなら必須だと思うわ。性能よりかっこよさが重要なのは分かります。かっこいいは正義ですよね。個人の好き好みもあるだろうけど、私ならよほど性能が悪くない限りデザインを優先するわ。車で例えるけど、見た目軽トラ、性能スポーツカーの車と、見た目スポーツカー、性能軽トラの車。見学者の皆さんならどっちを取る？局長の答えは、どっちも嫌です。何その、二択問題を出しておいて、実は三択でしたみたいな答えは。だって、どうせ買うなら、格好良くて性能が良いものの方がいいじゃない。見た目7の性能3と言ったのは、あくまでもこの世界で作るものに対してはって意味よ。すんごい格好良くても、7万キロギリギリでしか周回に入れない性能の SSD をならば、デザインは少し妥協して性能アップをするわ。でも、大幅にデザインを妥協してまで、性能を追求することは局長はしないわ。局長なりの深い理由があるんでしょうね。ダサいの見てるとやる気がしなくなるから。だ、そうよ。訂正するわ。全く深くはありません。ゼロ点かなと思ったのに。気まぐれ飛行機特別編へのコメントね。基本的に局長の考え方では、宇宙開発は平和利用の目的で、されるべきだと考えているわ。機体デザインとかは、格好良い機体がたくさんあるので、機体作成の際には参考にすることはあるわね。今後、戦闘機を模した機体は作るかもしれないけど、それにミサイルなどの武器は積むことはないわ。だでよ、とは。気まぐれ飛行機シャープ1へのコメントね。これは俺の口癖の、だぜ、と土佐弁の、でよ、を合わせた言葉だぜよ。なんとなくで言った言葉だから深い意味はないんだぜ、と、真面目に米返しするマリサであった。長々と米返ししてしまったけど作業の方はどんな感じかしら。今はちょうど持ってきたタンクを取り付けようとしているところね。本当はステーションの中央にあるドッキングポートに接続する設計なのだけど、今回はベガから見て左に接続するわ。なんで中央にそのまま接続しないんだ。今の状態を見てもらえればわかると思うけど、ステーション中央のドッキングポートはベガが経由している場所の真上にあるわ。そしてガをこの向きで経由してしまうと、機体とタンクが干渉してしまってつけられないわ。ベガをドッキングしてから気がついたんだけどね。おいおい。ステーションの各パーツが干渉しないかは地上でちゃんと見たんだけど、機体と干渉するかまでは見てなかったわ。まあ、後で移動すればいい話なんだけどね。そういえばこの燃料タンクでどれくらいの燃料補給ができるの？電動だと3回から4回フルタンクにできて、このベガなら1回フルタンクにできるかどうかしかないわ。それだけなのか。そもそもこの燃料は SSD 用に補給するためにつけるものではないわ。今回記念動画の録画で使うことにはなったけど、本このステーションを拠点とする宇宙船の補給のためよ。当初の予定では研究、探査、旅客、その全ての拠点にするつもりだったのだけど考えを改めたわ。なのでこのステーションは一旦研究拠点として運用して、その間に研究拠点として最適化したステーションを設計し直すわ。その頃にはこの絵がより大型の3号機と5号機ができてるだろうから、時間があったら回収するつもりよ。あ、5号機また新しいの作ってるのか。何のことだか私わからないよ。ごまかしてももう遅いわよ。もう、わかったわよ。3号機が大型っていうのは AU13 で言ってたわね。5号機はモッドで拡大できる最大の胴体直径20メーター級よ。現状のこのステーションなら多分2回で打ち上げられるわ。ちなみにこのベガの胴体直径は 7.5 メーターね。素朴な疑問。あら、気分ね、私もよ。飛ぶのそれ？別の世界では3回に1回は墜落してたそうよ。近い将来それに乗らされるのよね、私たち。大丈夫よ。多分適当すぎ。墜落するような機体を持ってきたらラニアケア超銀河団の端まで飛ばすくらいの蹴りを局長に入れてやるわ。それは無理よ。まあ、逃走だしな。足ないもの私たち、そこかーい。まあ、今頃ヨウムちゃんは3号機、4号機、5号機の製造で大忙しね。ひみこさんはここにいていいの？まあ、たまには羽を伸ばさないとね。旅行気分か。で、ひみこさんほぼ毎回宇宙に上がってるわよね。動画的にはほぼ毎回ね。でもこの世界では動画と動画の間は5年10年空いてるのはザラよ。だから玉の羽伸ばしという表現は合ってるわよ。まあそうね。この前も望遠鏡関係の依頼で10年くらいすっ飛ばしたからな。カーボン周回軌道上の依頼は結構年数がかかるからね。致し方ないことね。というか、米返しと雑談だけで私たち何もやってないわね。あ、やべ。今日の仕事すっぽかした。まあ、次回頑張りなさい。次回は記念動画の予定だけどドッキングシーンはそんなにないわよ。仕方ないじゃない、そういう構成なんだったら。後で局長に増やしてって頼んどこ。もう遅いと思うわよ。久しぶり
ぶりに出たわね、その古典的なショックの受け方。はいはい、茶番はここら辺までにしときましょ。もう再突入しちゃってるわよ。そういえばだけど、再突入時の迎え拡張性が前よりしづらくなってるのは気のせい。気のせいじゃないわよ。追加したエンジンのせいね。本来だったら、エンジン追加時に他のパーツも微調整して、バランスを整えるのが局長のやり方なんだけど、今回のエンジン追加は、本来取り付けるはずのエンジンが開発されるまでの急場しのぎよ。このエンジンのためにバランス調整しても、またすぐに調整しなくてはいけなくなるから、今回はざっくり感覚で積んだわ。テストも全くしてないわ。そんなんで大丈夫なのか。そもそもベガは、余裕を持たせた設計で作ってあるわ。多少のパーツ追加では全く問題はないわ。詳しく知りたい方は、前回動画、ベガ初言解説をご覧ください。それじゃあ着陸に向けて気合を入れていくわよ。気合入れても荒ぶるってもうバレてるけどな。なぜそれを。お主なかなかの使い手だな。あんたが米返しの時に言ったんじゃろがい。あ、言い忘れてたけど。センターの北西にあるアイコンだけどあれは設置型のサイエンス機器ね。機体の破片とかを放置してるわけではないわよ。さあ、今回はどんな荒ぶった着陸になるのでしょうか。一旦話をそらしてからしれっと方向修正したわよね。まあ、荒ぶったって言ってもいつもの滑走路直前で進入角を調整し始める悪い癖が出ただけなんだけどね。その結果、着陸ギリギリまで修正を繰り返しているわ。ある程度進入角の調整ができたら、ラダーで調整しながら姿勢指示器を見て90度で突っ込めばいいだけなんだけどね。局長は機体姿勢と滑走路を見て調整しようとする癖が全く抜けないわ。毎回グデグデな着陸してるもんな。まあ、このベガはまだ発展途上の機体だから、局長の悪い癖は別として、それも致し方ないことだと思うわ。ベガ初言動画のせいで、この後ベガがどうなるかはバレバレだけどね。しょうがないじゃない？この動画を編集している時点で、ベガ最終型を使った録画をしたのは、初言動画の飛行シーンくらいよ。最終型が本編に登場してから初言を出すとなると、AU18 以降になってしまうわ。その頃には3号機もロールアウトしている予定よ。そんなタイミングでベガ初言なんて出してもねー。確かに微妙ね。おいおい、滑走路から結構ずれてるんだぜ。わかってるわよ、だから調節してるんでしょ。羽こすっちゃうぞ。タッチダウン。OK、リバース。逆噴射なんてついてないわよね。なんとなくよ、なんとなく。停止を確認。なんとか着陸できたわね。ギアが壊れるかと思ったわ。毎回心臓に悪いんだぜ。生きてるだけマシでしょ。心臓あるのかしら、私たち。この後、立て続けにもう1本同じタンクを打ち上げて、ステーション建造第1段階は終了したわ。ほぼ同じ内容だから、2本目は割愛ってやつだな。後ろでは2本目の接続作業を流しているわ。それと、このエンディングを編集している時に、ちょうどコメントをいただいたので、ここで米返しさせていただくわ。ウィズリングは逆噴射ができたはずだが、しないの。気まぐれ飛行機のシャープ2にいただいたコメントね。確かにあのエンジンには逆噴射の機能がついてるわ。そしてアクションセットにも逆噴射を設定してたわ。1回目の着陸時は、バランスを崩して立て直した時には、逆噴射をしても残りの滑走路で止まれるか微妙だったから、使わずにゴーアラウンドしたわ。そして2回目の着陸は、少しバランスは崩したけど逆噴射自体使おうと思えば使えてたわ。でもとあるものが目に入ったのであえて使用しなかったわ。この後は、まあ、察していただけるとありがたいわ。後ろではタンク2本を中央に移動した後のステーションが流れているわ。これが建造第1段階終了後の姿ね。記念動画ではこの状態のステーションが登場するわ。ということで AU13.5 としてお送りした緊急案件は以上となります。なんか、短めの薄めの少なめって感じで微妙だな。ラーメン頼む時みたいな言い方ね。しょうがないじゃない、そういう回なんだから。まあ確かに、どこからか物足りないって声が聞こえてきそうね。物足りない、物足りない、物足りない。注意がざわついてるように見せかけてマリサさんが言ってるのバレバレよね。わかったわよ。今回は穴埋めとして、4号機と5号機をちらっとお見せするわ。完成して登場待ちの回転楼型と、あと少しで本編に試作機が登場する3号機は都合上今回はお見せできないわ。なんだ、俺の専用機は見れないのか。何度も言うけどあんたの専用機じゃない？それとお見せする機体は、編集時点での試作機体ですので、今後変更や作り直しが発生する可能性があることを前提にご覧ください。それじゃあまずは、4号機ね。AU13 の13分20秒あたりで言ってるけど、この機体のコンセプトは、大人数を乗せ替えずに一気に運べてペイロードも積める惑星間航行小型 SSTO よ。機体後部がマーク3のキャビンになってるわ。キャビン2つで32人の緑さんを一気に運べるわ。機体前方のカーゴにペイロードを積むの？こんなちっちゃいのじゃ全然運べないんだぜ。
そのカーゴはベガと同じでバッテリーを積んでるわ。それに妙に胴体が短いわよね。こんな小型で惑星間航行なんて無理よね。できないわね。まあ答えを言うとこの子は4号機のコアになる部分ね。緑さんたちを乗せてカービンからの打ち上げと軌道上からの帰還を担う普通の SSTO よ。だからこの子自体にはペイロードを積めるスペースはないわ。4号機に関しては今回はここまでね。その他の部分に関してはデビュー前に機会があったらお見せするわ。次は5号機ね。さっきもちらっと言っちゃったけど、この子は現在入れているモッドで拡大できる最大の胴体直径20メーターの機体よ。小型のステーションなら構造次第では1回で軌道上に打ち上げできてしまうサイズよ。コンセプトは、これからどんどん増えるであろうカービン軌道上のステーションに1回の打ち上げで補給して回れる SSTO よ。これが3回に1回墜落してた SSTO なのね。乗りたくないんだぜ。それは別の世界の話で、この子が3回に1回墜落したわけではないわよ。現状はデザイン優先の作りだから、これからいろいろ手を加えていく段階よ。ちなみにこの本体だけで1万トンあるわ。今回はこんなところね。二人とも満足できた。いまいちね。何よそれ。極秘情報を出したのにその反応。まあいいわ、試作機の情報だし局長のことだから、あと何回かは作り直すだろうしね。よくご存知で。それでは現在制作中の SSTO を紹介し終えたところで今回は終了となります。次回は総再生回数1万回記念とチャンネル登録者100人達成記念の動画となります。できる限り早くアップできるように編集していくけど、気長に待っててくれるとありがたいぜ。それではご視聴、ありがとうございました。